先日は郵政民営化をめぐり、亀井郵政改革担当大臣と対決した自民党の小泉進次郎議員、今日は北沢防衛大臣と激突しました。小泉純一郎君、あ、すみません小泉進次郎君、すみません、早速緊張を解いていただいて、安住委員長ありがとうございます。すみませんでした。最低でも県外、目指すは国外、これが違うじゃないかと言ってるんです。鳩山総理のこの発言の軽さ、私はね、誤って済むレベルじゃないと思うんですよ。追及を聞いてますと、我々が野党で、小泉首相とやってた時の悔しさがなんとなく彷彿とされるような気がいたすわけでありますが、あそこで、最低でも県外と言ったから今総理は嘘ついてると、これは論理的に合わないんじゃないかと思います。今現に、努力をしている。